こんばんは。こんばんは。やっほー。やっほー。晩ご飯食べましたか？まだです。もうめちゃくちゃお腹空いてます今。お腹空いた。やっほーやっほー。何食べるの？今日は何でしょう。何でしょう。今日はちゃんと予約してました。そう。ゲリラじゃないです。なので。ちゃんと予約してましたよ。麻雀やっとるで、おー、ありがとうございます。今が本戦中なので。今日のお洋服みたい。またブログにあげるのでそれを見てほしい。ちょっとわかりにくい今。でもなんかすごいさあ、なんかほらめっちゃでっかい袖なんですよ。これ袖めっちゃでかい。ちょっとよくここの場所じゃ分かりない。痛い、扇風機ちょっと。こんな袖でした。ピンク。空飛べそう。そう、今日めっちゃ何回も言われた。でもほんまに飛べそう。あ、裏やこれ。なんかこういうやつ、ピンクの。わかりづらい。ブログを見てください。またあげときます。フラメンコ。ザリガニ頑張って食べてたね。そう、金曜日の、今週じゃないわ、先週の金曜日のまなぶくんで、そう、なんかザリガニやったかな、何やったかな、なんか食べたけど美味しかったです。普通に、なんか普通に美味しかった。めっちゃ普通にさっぱりした白身魚みたいな感じやった。そう、うちのザリガニ、あ、それは食べてないかも。え、分からへん、何食べたっけ。ナマズか、あ、そう、ナマズや。そうです、そうです、そうそうそう。おう、フランスではザリガニは普通に食べ、やだ、食べてる間に口切れそう、口の中が。まなぶくん見たよ。おお、ありがとうございます。お腹すいた、ほんまにお腹すいた。これ一本だけビューで、あ、増えた、仲間たちが増えた。あー、もう忘れとこ。殻ごと食べ、あ、殻ごとじゃないんや。え、どうやって食べるの。でも身を食べたとしてどこを食べるの。高級食材なんや。学校に何匹もおんで。殻の柔らかいカニは茹でる。エビと同じ。エビってどうやって食べるんやったっけ。あんま好きじゃないんだな、ケトエビ。なんかおじいちゃんとかよく食べちゃうけど、なんやったっけ、ほじくるみたいな、パキッてやってほじくるみたいな。そんなんやった気がする。
あえて食べるんやザリガニを。殻は飾るみたいな。苦手じゃないけど、なんかあんま食べへんな。なんか多分ケイトの家族がみんなそんな好きじゃないん。エビを、エビとかカニとか。だからそう、おせち料理の日になんか入ってるやつ食べるぐらいしか食べへん。そう、エビのお寿司、あ、そういうのは食べれるけど、なんかちゃんとしたエビを食べれない。なんて言うの、なんやっけ、普通のそういうザリガニみたいな食べ方をすると言われてるエビをあんま食べへんけど。そう、エビフライとかそんなん食べるけど、エビフライもあんま揚げ物好きじゃない。わがまま。そう、伊勢エビ、あ、それかな、伊勢エビ。なんかなんていうの、ちゃ料理されてるやつ、調理されてるやつ、なんていうの、料理に入ってるのは食べるけど、けどそう、そのままではなかなか食べへん、あんまり。お腹減ってきた、本当に。福岡にもライブ来て、行きたい行きたい、いろんな、もう全国各地を行きたい。なんかそれこそめっちゃ夏休みとかにさ、北海道からスタートして青森行って秋田行って、誰が来んねんってやろうけど、劇場出張公演してみたい。けどやったことないんですよ、出張公演。だからやってみたい。エコバッグありますよ、何やったっけ、山椒魚、何やったっけ、なんかそんなやつもらったんですよ、マナブくんで。そう、バッグ、トートバッグ、その日早速使って帰りました。そう、けどその日なぜかその収録するところにカバンを持って行ってなくて、手で持って行ってたんかな、あ、ハーサちゃんのとこ入れたんや、で持って行ってたから、そう、そのカバンで帰りました。わあ、名物食べれます、食べれるかな、食べたい、牛タンが食べたい。手は大きいですかってめっちゃコメント来てる、どうなんやろ、そんな気になりますか。普通が分からへん。ね、手の大きさ、でも多分こんなショールームとかで見ても絶対分からへんよな、実際の大きさなんて。アミマルが滋賀の県庁所在地分かりません、アミマル意外とアホなんかな。こないだ怒られるわ、怒らへんけど絶対。画面じゃ分からんな、分かりませんでした、じゃ。こうやって手前にしたら顔ちっちゃく見える。遠近法。うん、教えてあげて、ほんまにやで、もう四国の人ショックだわ。アミマルは地球の地底に人が住んでると思ってた、え、マグマのところに、どういうこと。近畿10番勝負のフォトブック見た、お、ありがとうございます。そう、9月4日やったかなに発売されました、近畿10番勝負のフォトブックが発売されました、イエーイ。そう、なんか近畿10番勝負のそのライブの途中の写真とか、あとはオフショットみたいな感じで、普通にライブ直後みたいな、終わり終了直後とか
いろんな写真が載ってるのでぜひぜひ見てみてください、まだ見てない方は。そうケイトも見たんですけど、なんかチームごとにコーナーが分かれてたりして、それぞれのチームの個性がやっぱり出てて、そうとかなんかもうそのエンジンの写真を撮ってるけど、それぞれのチームでそのエンジンの感じ雰囲気とかも違ったりするから見てみてください。そう特定の生写真もあるらしいので、そういろいろパターンあって、そうびっくりした。びっくり、そういろいろパターンがあるんで、それもね、ぜひぜひ見てください。ゆきつんさんカメラが撮ってくださってる写真もあるので、ゆきつんさんカメラ、ゆきつんカメラさんが撮ってくださってるのもあるので、そういつもゆきつんさん撮ってくれる、いっぱい。そうチーム B2 で同じになってから最近よく撮ってもらって、そうありがたや。やっぱりなんか普通のカメラマンさんとかが撮ってくださるのも普通にありがたいんですけど、でもなんかゆきつんさんやったら知ってるっていうか、みんな知ってるけど、そのカメラマンさんも知ってるけど、メンバーなんやから一緒になんかふざけ合いながら撮れるから、そうだからめっちゃゆきつんさんのカメラの方がふざけてる写真が多いと思う。ありがたや、あまして。猫の衣装、そう B2 は妄想ガールフレンドで猫の衣装を着てたんで、猫の衣装がいっぱい写ってると思います。いろんな猫が、とかもうリハーサルの時のみんなのレッスン着とかのも写ってたりするから、見てね、まだ見てない方は見てね。聞いてね、ナマステ。ナマステ。にゃ、いっぱいたくさんの猫ちゃんたちがいるから、ゆきつんカメラ大好きね、ほんとにありがたい、いつもいつもいつもたくさん撮ってくれた。そうケイト関西ウォーカーさんの連載にも出させていただいてるから、ゆきつんカメラのやつで、そうあれまた持ってくの忘れた、向こうにあるねんけどな、ちょっと違うところに置いてきてしまった。感謝感謝でございます。ドローン使って、そうドローン使って撮ってもらいました。すごい、なんかまずドローンのあの使い方みたいなのから始まってたけど、めっちゃ面白かった。なんか結構ドローンって早いらしくて動くのが、でゆきつんさんがおーってやってなりながらやってて、で周りに木とかもあって、でそのスタッフさんがあんまりちょっと木とかに絡まないように気をつけてくださいみたいな感じで言ってて、そしたらめっちゃゆきつんさんが慎重になって、もうチュンチュンってしか動かさなくなって、そう面白かった。そうこんな感じで撮ってもらいました。普通のカメラでも撮ってもらったんですけどね。そうこんばんは、こんばんは。初見です。下の名前なんて、なんて言うんですか。ケイトの名前分かりづらいです。あ、ケイトです。ケイトって言います。こう書いて、ケイトって読みます。難しいですよね。絶対読まれへんと思う。だって、初めてその漢字だけを見て読んでもらえたことないから。そう。何ですかって。ケイトだよ。ケイト、ケイトです。学校で困る、学校はでもあれ結構ちゃんと読んでくれるかも。ちゃんとってか、そう学校は全部読み仮名好きなので、
フォローしました、ありがとう、ありがとう。今月からもまめ取った、お、じゃあいっぱい送ります。世界でも通じる名前だわ。確かに外国人多そう。ケイト、ケイト、日本人あんまいないと思うけど、珍しいですね。いた、いた。芸名っぽい名前。確かに確かに、嘘って感じする。スーパーモデルのケイト・モスと同じ、あ、だからケイト・モスっていうコメントが来てた。ケイト・モスさん、今日来てくださった方ありがとうございました。握手会に文章が、ね、ちゃんとなってない。握手会来てくださった方ありがとうございました。キーヌちゃん言われがち。試験です、ありがとうございます。握手会行きたい、ぜひぜひ来てください。待ってます。ケイトは今あれ、あの NMB48 の握手会もさ、あの AKB さんのサステナブルも両方とも受付中なんで、9月の9日12時までです。待ってます。そう、今受付中なので、ナウナウナウ待ってます。女性ファンいますか？います。そう、最近結構来てくださる方多いですね、女性の方も。ありがたや、フォローしてすいません。謝ってる、全然ありがとうございます、むしろ。日焼けした、ケイトも日焼けしました。そう、焼けました。頑張ってたけどやっぱり焼けたって言われた。いらないって。そう、ちゃんと日焼け止めは塗ってたんですけどね。今日の握手会楽しかったです、よかったです。誰やねん。よかったです、ありがとうございます。楽しんでもらえて、よき、ケイトも嬉しいです、ありがとう。今日は楽しかった、今日も楽しかった。今日は握手会はもう楽しすぎて一瞬ですね。もう体感時間がもう短すぎてびっくりする。ビタミン C で白くなる。お、じゃあレモンいっぱい食べとこう、ビタミンいっぱい取っとこう。そしたら白くなるかな。パチパチキャンプで休憩時間も外に出て日焼けした。あれはどうやったの、もうどこで日焼けしたかのその境目が分かんないですね。そう、境目が分かりません。もういつの間にか気づいたら黒くなってました。それそうだ、そう、ずっと遊んでた未来ちゃんと。なんか部屋はもうその待ってる部屋はめっちゃエアコン効いてて涼しかったんですけど、なんかもうちょっと座ったら暇になっちゃって、なんかお弁当食べるのすらなんかめんどくさくなっちゃって外に出てました、2人で。でそこにミオンさんが
来てくれて、であれ多分声映ってなかったんですけど、みんなでカメラ探ししてましたなんかスタッフさんがずっとカメラを回してくれてたんですけど、でなんか多分本当はあの空とかだけでいいのに、わざわざケイトが来たから、ケイトラが来たから映してくださって、しかもなんかケイトラがカメラの前にいて遊ぼうとしてたから、めちゃあの切り替えられるんですよ、いろんな視点のカメラに。それを2人でひたすら追いかけてました。次こっちこっちとか言って、未来ちゃん探すめっちゃうまい。そう、こんな感じで遊んでました。皆さんも休憩してくださいって言ってるのに全然休憩できへんかったですよねね、そう、見てて楽しかった、それは良かったバッタも飛んでた、そうバッタは捕まえた、捕まえれた、イエイずっと見てた。おー、でもケイトラやってる側からしても、あのキャンプはほんまに一瞬やった。楽しいことってやっぱり一瞬なんですよね。そう、嫌なこととかめっちゃ長く感じるけど、なんかさ勉強とかしてても、もうめっちゃもうケイト1時間ぐらい勉強頑張ったんちゃうって思ったら、時計見たら5分しか経ってないとか全然あるから、みたいな、よくわかんないですよね。楽しいことと嫌なこと同時にやったらどうなんねやろえ、5分が限界じゃなくて、もうケイトは多分1時間やった気でいるんですよ。それぐらい、そう、もう心はもう満足してるのに、そうなんか全然時間見たらあれみたいな、咲き始めたとこやんなみたいな。5分は言い過ぎじゃねえって思うじゃないですか。ほんまにそうなんですよ、そうなんなんですよ、そうなんですよ、全然時間経ってない。嫌なことは長いですね。そう、や気分だけやった気でいるみたいな勉強を始めた瞬間眠くなる寝る気やん。誰かに教えてもらいながらだったらうまくいくこと多い。あー確かに、それはでもどうなんやろもう答えを教えてもらっちゃうからな。そう、な普通は多分、勉強の仕方を教えてもらわなあかんのに、すぐなんか答えを教えてくれちゃうから、聞いたらダメなんですよね先にやってから聞かないと絶対答え、そうなんか教えてってたらみんな答え優しいから答えを教えてくれるからそう、でもなんか一回出口ゆいなちゃん頭いいんですけど教えてもらいました。ひなちょっと二人に、そう二人体制で教えてもらいました。もうめっちゃすごい、頭良すぎてびっくりした。なんかケイとかもうずっとわからへんって言ってたやつを、あーこれこうパパパーって、そうなんかさりげなくハースちゃんも教えてもらってたしそうしかもなんかハースちゃんのやつ答え書いてあんのに教えてもらってた。ひなちゃんスタルポブブブブひなちゃんスタルプスパルタって言われへん、あ言えた、スパルタっぽい。そうでもなかった、めっちゃ優しかった、優しかったって優しいけど普通に教えてくれる、もうパッパッパッパーみたいな。ゆいなは、出口ゆいなちゃんはちょっと小バカにしてるそう、なんでこんな分からへんの、簡単やんって言いながら教えてくれるそう、もうちょっと頭のレベルが高すぎて、そう簡単って言われます簡単やろ、なんやろうけど、そうちょっと小バカにされる全然おもろいけどいいんやけど、そういい意味で、何がいい意味なんか分からへんけどおもろいから、そうおもろい、そう
あの意地悪な小バカとかじゃなくて、いい意味でいい意味じゃないけど、なんなんなん、どう言ったらいいの。そう、ちょっとでも楽しくやってますよなんて言ったらいい、ちょっとどうしたらいい、小バカをあの悪くない言い方ちょっと教えてください。あの小バカにされるけどそんな悪い気はしないっていう意味ですちょっと適切な言葉を教えてくださいフォローができないいい意味であの小バカにしてくるでも小バカにされても嫌な気はしひんっていう新しい言葉を作ってください。誰か茶化す、茶化すっていい意味なんかな、仲いい感じで、あ、そう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 、なんで分からへんのみたいな全然そう、おもろくソフトディス、笑った、ソフトディス、ソフトディス、ソフトディス、愛情表現ねそうそうそう、愛のディス、そうそうそういう意味、そんな感じそんな感じいいよいいよ可愛がり、まあ、そんな感じですね。そう、こんな感じで教えてくれるもうレベルが高すぎてちょっと違う、うん、そうちょっと違うとこにいますね、出口さんと難波さんは。冗談っぽく、そう冗談っぽくですね。からかう、からかうっていい意味なんかな、分からへん、もう分からへんまあそんな感じです。そうひなちはちゃんと真面目に教えてくれる。言いたいことは分かる、分かりますか、じゃあそれでよし握手会楽しかった、楽しかったです、楽しかった、そう今日はありがたいことに完売しててありがたや、ありがとうございます、感謝感謝感謝感激そうなんかね、やっぱ一部と二部って朝早いから、そうあんま人来てくれへんかなって心配やったけど、全然もうめっちゃ今日は人並んでくれててありがたや、本当にまあ、ありがたいことにね、たくさんの方が並んでくださってて本当に嬉しいです、感謝感激雨あられ、そういうことわざ雨あられ、本当になかなか大阪行けなくてごめん、いや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 全然です、本当にね、大切なお休みを使って会いに来てくださるなんて本当にもうありがたいことですよ誰に言ってんのよ、そうあのもうおかしい、ちょっと今日9周年ライブ遠征する、待ってます、大阪で待機しときます、テンション高い、そうもうやばいんですよね、朝方人間やから逆に一部二部はありよかったよかった、よくはないけど、絶対朝起きるのしんどい人多いから本当にありがとうございます、本当にね、えちょっと本当に3部4部ぐらいの、ケイトもお昼に起きたい、お昼に起きたらちょっと遅いけど、ちょっともうちょっと遅く起きたいそうね、19時を時間調べてちゃうわ、教えてくださって優しい、ありがとうございます、 OK、消えてみたい消えてみたい、パフォーマンス気になった子娘じゃわ、お嬉しい、イエーイ、そう握手会にそう昨日も今日もなんですけど来てくださる方がね本当に
ケイトのパフォーマンス好きって言ってくださる方が多くて、そう嬉しい、嬉しい、もっと頑張りまーす何時までやるん決めてないです、ほのぼのーとしてほのぼのーと終わる、今日はそんな配信です。マージャンも頑張ってる、お、ありがとうございます。ありがとう。 B2 公演を最前で見た、お、イエーイ、最前列当たりイエーイ、ジュゴンは劇場でせえへんのね、わかんない、まだ、そう、ジュゴン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 、でもあれ公演でやったら多分みんなもうその日そのことしか頭に残ってないと思う。そう、今来た、ヤッホー、ありがとうございます。もうみんな頭に残って離れずにその日公園帰っていくと思う。ケイトは今中学何年生？2年生です。真ん中。何がやねんって。真ん中。2年生。イエイ。頭おかしい。公演始まる前に流れてた、そう流れてた、ゆうりさんとの画面外思い出す。イエイ、ゆうりさん、もうやだ最近ね、卒業発表が続いてた、本当に悲しいよ、もう卒業をやめてほしい。やめるのをやめてほしい、ちょっとややこしいけど、やめんといてほしいってことです、つまりは。そう、やめないでほしい、やめないでほしいよ、みんな誰もやめんといてほしい、もう卒業してもそのNMB 卒業枠みたいなの作って1年に1回みんなでそうなんかライブしたい。そう、でも前もこんな話してたけど、でもそんなことしてたらキリないですよね、80歳とかなってもライブしなあかんって考えたらちょっとだからな、ちょっとちょっとそうやけど、 OG 会とか、そうそう本当にそれなんですけど。10周年でありそう、あるかな、え、もうちゃんともうその OG 枠として NMB48 OG 枠にはもう NMB に入ったらずっといないといけない制度みたいな。そう80歳。ケイトが言えばやってくれるかな、ほんまにやってほしい、もうだってさやめんといてほしい、もう嫌や、悲しいよ本当に、うんね、嫌だ、ケイト、ケイトはあと10年は残ってほしい、10年って何歳ケイト、でも10年、24、23、ちょうど10年と23歳ですね、だから20周年とかいるんかもしれん。すごいですね、そう考えたら20周年って、でも今の1期生さんからしたらそう10周年、もうちょっと10周年か、そういうことですよね、いやすごい、本当にすごい、もう卒業は寂しい、本当にもう嫌ですね、もう本当に嫌だ。だからライブとか公演自体終わってほしくない、もう終わってほしくない。一末礼なんてなくなればいい。そしたら締めがつかへんけど、もう
何言ってんねんって思ってますよね。そう、自分でも分かってないんですけど、もうとにかく卒業しないでって感じそんなこと無理なんですけどね。もうどうしたらいいんですかね、この問題。大問題ですもう本当に、ケイトは生涯卒業しないであかん、あ、笑え、それどうしよう本当に。もうだって、そう、ケイトがおばあちゃんになって、もしもう走るのがめっちゃ遅くなったとした時に、まだそれでもその今のケイト12歳の子と一緒にライブして、ステージまでケイト2曲かけてステージまで戻るとかみんな半曲で戻らなあかんのにとか絶対ありそうおもろい。一番ずるは本当にやだ、本当にもうほんまに卒業しないでほしい。もうやや、いやいや、もういやしか言ってない。ケイトまだいるのちゃいそうそろそろもう逆になんならやめてって思われるってことおもろいな、孫がいる間おもろい、孫ってやばいな、本当に寂しい、やだな。時間が止まればそれはそれでちょっとやばいけど時間が止まったらまあちょっと頭の整理が追いつかんけど、でも本当に卒業嫌だな本当に嫌だ、誰が卒業しても嫌誰も卒業 しても嫌何言ってんのケイト、もうそういうやつないんかな、卒業したらあかん権利みたいな もうだって今のチームのメンバーも言って、普通今まで16人とか普通にいたのに、だって今 B2 でも11人とかしかいないとか、もう嫌ですね。卒業はケイトの許可制に、え、ほんまにそれですケイトが決めるそう、もう全員多分ちょっと、もうちょっと絶対誰がもうケイトに許可を取りに来てもまだいてくださいって絶対2回は言うと思うそう、卒業するのに大金を払わないといけないやんそれはちょっとかわいそうやけどでも、本当にほんまに嫌やんね、一度で許可されたら寂しい、確かに一回で許可したらなんかケイトがその人嫌ってるみたいはい、いいよやだな、もう嫌や。それかもう卒業発表してもあと5年いないといけないみたいな卒業発表から5年いないといけない、こっそり、しかもそれ言ったら、あ、5年いないとあかんから5年前にって計算しちゃうから、それを言わずに、そう、卒業発表した時点で、あ、あと5年いてくださいねみたいな権利にするか、もうそれぐらい嫌や卒業ってね。まあこんなケイトがもいやいや言うことでもないと思うけど、それいいね、ね、ナイスアイディア本当に5年、そう、おもろい、予約制だぞね、とかもう卒業するのは4年に1人みたいなおもろい、4年に1人、そう、
オリンピックと同じ年に一人だけだから、卒業したい人はみんなで会議して一人を決めないとあかんっていうそうだから卒業したくても4年間待たないとあかん携帯電話みたい確かに確かにねえ。まあでもそんなん言っても誰にも止められへんけどな。止める権利がある人がいたらもう即をそれするもんな、ケイトやったら。うん、誰も本当にね、まあ仕方ないって言いたくないけど仕方ないことですよね。悲しいけど、そう、うん、ケイトが NMB を引っ張ってほしい。でもそれぐらい大きな人になれるように頑張ります。本当にそう、もう今までね9年間とかそう NMB を支えてくださった先輩方がそうどんどん卒業していっちゃってるから、本当に本当はしないでって思ってるんですよ。本当に本当に卒業というものをやめてほしいけど、でもその先輩、卒業する先輩がちゃんともう卒業するときにはもう、あ、今のやったら卒業しても大丈夫やなって思ってもらえるぐらいに後輩たちが頑張る。そのためにそう、後輩ってそのためにいるようなもんやから、ケイトたちが NMB を継続させて頑張ります。何言ってるか分からへん、もう今日のケイト何言ってるか分からへんけど、そう卒業はしてほしくないけど、でも卒業される先輩方が安心して卒業できるようにケイトたちが頑張るみたいなこと、もう何言ってるか分からへんけど、そんな感じです。なれるか分からんけどケイトでこんな、でも常にその気持ちで頑張りたいと思いますなんか卒業しんといてん、誰も誰も卒業しんといてほしい。でも頑張りますやだあコツコツ一歩一歩、そうそう、ゆっくり一歩一歩頑張りたいと思いますはーいじゃあそんな感じで、実はめちゃくちゃお腹が空いていたのでそろそろ終わりたいと思いますどのタイミングやね、もう本当にちょっとめちゃくちゃもう最悪です本当にちょっと頭回ってない、何言ってるか分からないことがちょっと多数あるんですけど、頑張ってそれはちょっと皆さんのもう理解能力に任せます任せます、頑張って。ちょっと今日ケイトがもう言ってた内容は皆さんの理解能力に任せます。相変わらず閉めるのが苦手バレてた、そう実はお腹空いた、皆さんもお腹空いてると思うので今日はこの辺で終わりたいと思いますありがとうございました。今日もたくさんの4000人も、もう4900人なんでほぼ5000人、そう大きい約5000人の皆さん、間違えた、4907人の皆様ありがとうございます。じゃあそう4907位から読んでたらちょっと多分めちゃくちゃ時間かかるので13位からいきたいと思います。はい、13位トリオアイジさんありがとうございます。12位ガチのツリーさんありがとうございます。11位 T49484646 さんありがとうございます。494846かも分からへんけど、
ありがとう。10位久丸さん、ありがとうございます。9位イルカザ流星群さん、ありがとうございます。8位マギョさん、ありがとうございます。7位チャウチャウさん、チャウチャウ、ありがとうございます。6位ヤシチさん、ありがとうございます。5位ライフさん、ありがとうございます。4位ブルーラグーンさん、ありがとうございます。3位キムコブさん、あ、間違った、ごめんなさい、キムコバさん、ありがとうございます。2位リュウさん、ありがとうございます。そして今日の1位が加藤元オーナーさんです。パチパチ、はいありがとうございます。ありがとう、パチパチ。今ね、9月の9日12時まで NMB48 の21枚目シングル母校へ帰ると、 AKB48 さん56枚目シングルサステナブルの握手会が9月9日12時まで受付中なので、皆さんぜひ待ってます。ありがとう。そして明日はあれですね、神戸のツアーですね。ケイトはちょっと残念ながら出れないんですけど、行かれる方は楽しんできてください。それでは終わりたいと思います。ありがとうございました。めっちゃグダグダでごめんなさい。ありがとう、またねー。